皆さんこんばんは。高知に行く選出衆議院議員の広田はじめです。本日の市民の集いのご盛会、誠におめでとうございます。国田議員とは、私が保守系無所属グループの国会対策委員長を務めさせていただいているご縁で、いろいろとご指導をいただいております。最初は国田さんが日本共産党の国会対策委員長兼選対委員長ということで、おっかなびっくり接しておりました。しかしそんな私に対しましても、国土さんは気さくに話しかけてくれ、いろいろと国会のことについて教えてくださいました。今では2人で焼き鳥を食べに行く間柄にもなっております。皆さん、野党国対委員長会談での国土さんの存在感は別格であります。よく国土さんは、うちは理屈の党や、こうおっしゃっております。経験に裏打ちをされた筋の通ったお話をされます。よって説得力があります。だからこそ、普段辛口の安住さんや原口さんも国土さんには一目二目置いております。よく国体は永田町国会の狭い世界で活動している、そんなイメージがあります。確かにそういう面もございます。しかし国土さんは動く国体を提唱され、実践をいたしております。新潟県の知事選挙、私が選対本部長を務めた高知県知事選挙など、国土さんが呼びかけることによって、各国体委員長が揃い踏みで現地現場に行って訴えていく、こういった行動活動が野党共闘を進化をさせております。皆さん、国土さんは野党国体にとってはなくてはならない存在であります。国田刑事議員のますますのご活躍、心からお祈りを申し上げて、私のお祝いのメッセージといたします。どうもありがとうございました。